問題 A、候補者2名の選挙の開票作業が行われている。合計投票数 N は奇数。現時点での2人の得票数が与えられるので、無効票がないとして、すでに勝者が決まっているか判定しろ。票が多い方の人がもう過半数取ってる？ってことだね。割り算は、できれば整数のみで済ませたい。まあ、今回は何をしてもいいが、説明欄に C++ のコードもあるぜ。問題 B、横書きの単語の列が与えられる。縦書きに直せ。途中にスペースが必要な時はアスタリスクで埋めろ。とりあえず、回す前にアスタリスクで長さを揃えるよ。で、90度右回転。Python 以外では普通に20ループを書いた方がいいかもな。あとは、余計なアスタリスクを消して出力。言語ごとの違いが大きめに出る問題だが、どの言語でも、最初に長さを揃えるのが無難だろう。問題 C、空の袋に、カラフルなボールを出し入れする。色には番号がついていて、ボールを1個入れる命令と1個出す命令がある。これに加えて、今袋にあるボールの色は何種類？と聞かれるので、答えろ。命令は最大で合計20万個、色の番号は1から100万まで。色ごとの個数を普通に整数のリストでキープして、命令に合わせてプラマイ1するよ。問題は何種類？で100万色見ると間に合わないことで、これの答えもキープしておいて、何かの色が0個から1個になったらプラス1、1個から0個になったらマイナス1。問題で、N×N×N の3次元配列が与えられる。何それ？指定された直方体領域の中の要素の合計を求めろ。これを20万回やれ。N は100まで。とりあえず、2次元だとしてやってみるよ。例えば、ここの合計を求めるには、この全体の合計から、ここを引いて、ここも引いて、2回引いちゃったここを足せばいいね。つまり左上からの累積和を最初に全部計算しておけばいい。これはその場で発明するものではなく、定石だぜ。で、今回は3次元だけど、適当にアレンジするってことでいい？今度は4個でなく8個に分かれてしまうが、他はまあ同じだな。問題 E、平面上に点が N 個ある、整数 D が与えられる。N 個の点からのマンハッタン距離の合計が D 以下の点は何個？マンハッタン距離ってのは、X 座標の差と Y 座標の差の合計だね。N は最大20万、D や座標はプラスマイナス100万の範囲内。無難に X を固定した時の OK な Y を数えて、合計するよ。そしたら、X を固定した時点で X 座標の差の合計が決まるから、あとは Y 座標の差が一定以下ならよくて、同じ問題を2回解いて、累積和とかでまとめるって感じだね。マンハッタン距離といえば45度回転、かもしれないが、今回は罠だぜ。ご視聴ありがとうございました。